それでは幹事さんお願いします。会社の岡山支部です。よろしくお願いいたします。はい、それではあの今日先ほど3時から始まりました、年1回の会員総会無事終わりまして、その中で、代表幹事、ご参加が、今度は私など場所に1回かけと新たなる新人の代表幹事2名というのは承認によると総会と理事会でされましたので、今日まずあの5名の方のご紹介と、活動についてのお話と今後のまた2名の方の新しい抱負をお聞かせ、できればと思いまして集まっていただいたわけですが、まずあの志賀さん、スミさんの方で、退任のご挨拶をいただきたいと思いますが、志賀さんはあの会員 の委員会としてはですね、ASEAN を中心にした、まあ、アジアの委員会をやられた後、経営改革、とりわけその資本効率をどう上げていくのかという、まあ、一応経営者の自分の問題の委員長ということで、まあ、大きな業績をまとめられたわけですが、野地さんはあの市としてテクノロジーをベースにしたイノベーション、大学なり地方なり含めて幅広く、やっていただいたわけでございまして、まあ、ご本人の目もありますけど、自分にも増えるんだということでございます。もう一つ、経団連の会長ということで、ご退任ということでございますが、お一人2分ほどずつ志賀さん、藤さん、住さんというのでお話をいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日もしまして代表幹事4年しておりまして退任させていただいた志賀でございます。あのちょうど2014年の4月から代表幹事となりますが、ちょうど2013年の秋に、代表幹事の内示いただきました。そのタイミングは、自身、日産の最高執行責任者から会長に変わったタイミングだったので、まあ、こういう社会あの対外的な仕事をですね、まあ、あの国の役に立つ仕事をしたいなというような思いもあって、努力活動させていただいたんですけど、個人的に申し上げますと非常に勉強になるようになった4年間だったと思います。芸術としていろんなその切磋琢磨ができましたし、いろんなものの考え方をですね、個社に閉じこもって考えていただけたらいろんな経営者の方々とお議論する中で、まあ、副会長になってから視野広げてどうするんだって思ったんですけど、もっと現役の経営者の時代にですね、積極的に活動していただくのが経済の文化としてはいいなという、そういう思いを、まあ、タイミングが当たって改めてしておりますけれども、まあ、一つその経営改革の委員会の委員長ということで、まあ、あの当時提言の中でもですね、経営者の心の緩和を打破する必要があるというような形で比較的まあ刺激的な提言を出したんですけれども、まあ、正直申し上げましてなかなか日本変わらないなという、もともと対外的な仕事をしたいと思ったら、日本の産業に対して非常なる危機感を持っています。まあ、どうぞ私の世代では、高度成長期に入った世代ですので、その後後半はバブル始めた以降、停滞の日本を経験していて、このまま停滞した状態、あるいは2人が下っている状態で、次の世代に日本の産業をどうバトンパスすればいいんだと、そういう思いをして、こういう仕事をしてきたわけですけれども。残念ながらですね、あの世界の潮流、例えばインダスリー 4.0 なんかちょうどその方出たんですが、まあ皆さんドイツに行って計画はしたきたんですけど、じゃあ IoT ビッグデータを産業の中に取り入れてるかというと、例えば中国製造2025という中国の方がはるかにデジタルを活用した生産性の向上をやっているという中でですね、まあ
もうちょっと頑張らなきゃいけないなと、まあ、個人的には、少し無力感を感じたんですが、まだまだ可能性のためにも頑張っていただくようにですね、次の副代表幹事にご期待をして、退任をさせていただきたいなと思います。以上です。皆さんこんにちは。私も志賀さんと同じで、社長の退任を最初にイノベーションができることで、まあ、ちょうど自分の好きな国が大変に広くて、特にドイツ行ったりアメリカに行ったり、アメリカ仕事に行ったり、大学に行ったり、いろいろな開発したのを選んでいます。ドイツではプラモ研究会に行ったりが大学に行ったり、研究してですね。2年ぐらい経って、23の政策を出しまして、定義を出していただきました。で、経済同友会について見てると、批判めしことになるかもしれませんけど、いつもいいこと言ってるぞ、だからなぜできないんだと、どうしたらこれが実行できるんだというところに、あとの4年間を、3年間を費やしました。で、それを殺していくというんで、いろんな研究大学を行ったり、いろんな国や企業を行ったり、いろんな行ってディスカッションして、なぜできない、なぜできない、まあ、我々会社ではなぜなぜって言うんですけど、なぜなぜ3回できれば真の権威につき合ったわけですけど、まあ、そういう形でフォローをずっとしてきて、結局今の構造問題というのは複雑に絡み合っているので、提言だけすればできるというものじゃないわけですよ。でそういうようなところを一生懸命やってきたつもりですけど、まあ、そうこうしているうちに、経団連の方でもいろんな同じような提言が2年後に出てきまして、まあ、みんなで盛り上がってきたなということで、特に脱自前主義だとか、オープンイノベーションだとか、ベンチャーそうですよ、そういうところについては、若干ですが、一歩前進しつつあるんじゃないかなと思います。まあ、大学の方も産学教育の教授が、まあ、長い創設を進めますし、まあ、そういうことでは、次の人たちにですね、全国で頑張っていただきたいと思います。で、二つ目はですね、自分のイノベーションであって、他のいろんな勉強をしました。で、特に農業関係とか、林業関係とか、地方創生関係のいろんな話を聞いて、いろいろ勉強をしました。で、私の生活を行って、それだったら自分でやってみようということで、ほとんど自分で実践しました。まあ、農業とは一緒だけで、農業林業、バイオスのプログラムを作りましたし、米のコストも4割下げましたし、トマトハウスの新しいハウスも作りましたし、まあ、20ぐらいやったんですけど、まあ、今では石川県では皆さんも存じないと思いますけど、結構松の評判が高くてですね、これこそ農業のイノベーションだというような評価もいただいています。まあ、私やった実感で言うんですけど、やはりちょっとしたことでも自分でまず始めるんじゃないですけど、やってみるということがね、提言だけじゃなかなか、説得力がないということを今回の活動で勉強させてもらいました。まあ、これについては経済同友会とは離れてやってますので、今後ともですね、で私の今までの経験を生かしてですね、そちらの方面については、もともと活動してですね、社会的な課題を少しでも解決できるような形でイノベーションをしていきたいと思います。あとは、私たちの大臣に、皆さんに頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、地方創生委員会をずっとやってこられて、最近、林業の活用というか、木材の活用、CLT の提言を出していただきました。すみません。私も副代表の幹事になりますと、毎月 の会議を進めてくれたり、あるいは学生になったり、そういうふうに言いますと、なかなか非常にビジュアルな人たちと、また文学が育っている中でですね、大変勉強になったというのはもう実感でございます。私自身は、勉強しないと、ついていけないというところがあったと思いました。また同友会の全国フォーラムの委員長をやっておりましたので、この中で地方の経済界がどういうふうにみんなの認識が変わってきたかというのを3年間の間いろいろ見てきたんですけども、本当に
地方の経済活動の危機感もどんどん増して、また自ら行動しなきゃいけない、深刻に一生懸命考えておられるという姿勢が増えてきているということを実感をしております。また私は委員会としては、国家戦略トップから始まって、地方創生委員会3年間やりまして、ここから提言も委員会に出しましたけど、今回出しました提言、この中で何人かの方は見ておられると思いますけども、地方サイドから林業を再生しようと、日本の中高層ビルを全部木造にしようよという、こういう提言を出しておるわけでございます。これは私のライフワークにしようかなと思っているようなテーマでございまして、全くおじさんと同じことをずっと思っております。提言するだけでは何の意味もない。実際に実行に移して、それが行動につながらないといけない。こういうことを考えながら作ったのが今回のレコードでございましてですね、ぜひここにご出席の皆様は最低でも一回は読んでいただいて、これを皆さんも発信していただきたいなと強く思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではこれからはお二人の新任の副代表幹事のご紹介をしたいと思います。飯池さん、西村さんの順番で、秋池さんはジャパン 2.0、それに対応した経済同友会 2.0 を中心的に今まとめておられ、石村さんは環境エネルギー委員会で、環境問題、CO2 の削減等々と活躍のお二人でございます。同友会、今その方、提言だけではどうでもならんという、シンクタンクではなくて重タンクなんだということをますますもって実践をしていただくお二人をご紹介をしたいと思います。副代表幹事という大役を授かりまして、身が引き締まる思いでございます。私は2005年に経済同友会に入会いたしまして、13年間活動を行ってまいりました。その間、経済同友会の活動やそこで出会った多くの方からたくさんのことを教えていただき、学び、そして貴重な経験をさせていただきました。本日も代表幹事から、ジャパン 2.0 国家価値の最大化に向けてという、所見の発表がございましたけれども、そういったことも含めてですね、ぜひそれを実現していくということに、努めたく思っております。副代表幹事就任を機にですね、同友会、それから社会へ少しでも恩返しができればという気持ちでございます。私たちが当たり前のように享受しているこの、快適な社会をですね、どう維持していくのか、サステイナビリティ、持続可能性というのは非常に重要なことだというふうに考えております。経済同友会に入会したのは、私が前職で産業再生機構の職員として、日本で最初のガス会社の再生の事例となる、ことをですね、に取り組んでいた、経営者として取り組んでいた時期でありました。その時の経験からも、人口が減っていく中で社会環境や生活をどう維持していくのかということが非常に重要だという課題意識を持っておりました。これは国内ということではなくて、世界的に地球規模で重要なことだというふうに考えています。また同様に財政の健全化、これも持続可能性ということを考える上で非常に重要な課題でありまして、これは経済同友会だからこそ訴え続けていくことができることではないかというふうに考えています。これからの社会は利益を配分するだけではなくて、我慢しなければいけないことを配分というのも考えていかなければいけない社会で、もう残っている課題にですね、簡単なみんなが一斉に賛成できるというものは少なくなっているのではないか、またそういうものだからこそ同友会が訴えていく必要があるのではないかというふうに考えております。で、例えば国家の、財政の状況への理解を多くの人に深めていただくというようなことも大事だと思っておりまして、頼りのないファクトを中立の立場で訴えられる、しかもそれをプロだけが分かる言葉ではなくて、
多くの人に理解できるような言葉で伝えていく、そういう形で伝えていくというようなこと、それによってより良い議論が行われるような素地を作っていくということも重要な役割ではないかというふうに考えています。経験豊かな経営者が個人の資格で集まっている経済同友会だからこそできることがあるというふうに考えておりまして、持続可能性であるために経済力、それからそれを生み出すイノベーションというのも含めて、ジャパン 2.0、同友会 2.0 を実現するということに向けて、経済同友会にいる世代だけではなくて、広く多くの方に訴えかけ、また同友会もそういった方から刺激を受けて、取り組んでいくということをに向けて努力をしていきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではします。石村です。どうぞよろしくお願いします。先ほども退任される参加のですね、副代表会長の方々の公認ということで、ここに今引き締まる思いで、またいっぱいカメラが並んでて、かなり緊張してますけれども、まず私の同友会に入ったのはですね、僕は今、AGC アサイガラスのですね、今、会長なんですけれども、2015年に、社長から会長になったのを機にですね、AGC グループも、それまでは、AGC グループでは、会社として、社会に貢献していくということでやってきたわけですけれども、会長になったのを機にですね、その社会にどういうふうな形で、どういう会を通して貢献できるのではないかというような形でですね、どういう会に入らせていただきました。直接的にはですね、小林さん、大変尊敬している小林さんがですね、代表されているということでですね、私もどういう会に入ろうというふうに思ったんですけれども、一般的にはですね、どういう会は個人の方々が非常に活発な自分の頭で考えて、それを活発に議論をされてですね、そしてそこから得られた結論を発信していくという、そういう会だというふうに聞いておりました。私にとっても非常にそういう会は、そういう活動がいいなというふうに思っておりましたですね、この会に来ていただいたところです。で、その後ですね、昨年と一昨年はですね、環境資源エネルギー委員会の委員長として活動をさせていただきました。アサイガラス自身もですね、非常にエネルギー消費産業で、エネルギー問題については非常に関心を持って活動してきたんですけれども、より広い立場でですね、この同友会という会を通して環境資源エネルギーという問題をですね、取り扱えるということで、かなり真面目に取り組んでいました。特にですね、エネルギーの問題というのは中財政、いろんなその重要なですね、課題は国の中にあるんですけれども、明治維新の時にですね、日本の人口が約3000万人だったというふうに言われますけれども、江戸時代末期に3000万人が限界だったかというと、当時は山の木を切って炭を焼いてですね、エネルギー源にしたかと、その当時日本の山もほとんど揚げ山になってしまってですね、エネルギーを復活する存在であった。だから3000万人が限界であった。その後の石炭が発見されて、石炭によって日本の人口がどんどん増えることが可能になった。日本のだからエネルギーっていうのが日本の人口であり、日本の経済力を支える非常に大きな原動力になっているのは確かなんですね。そういう意味で、非常にその今、特に、3.11 以来ですね、エネルギー問題は日本特有の問題も抱えていてですね、非常にセンシティな課題もあります。そういう中で、この同友会の中で議論しておりますと、非常に多様なご意見もあります。また、どういう会とかこんな雰囲気をするところなのかというふうにも思ったんですけれども、委員会の中では非常にその、活発なご意見をいただきながら、多様な意見の中でですね、そしてどういう会として意見をまとめていくと、そのまさにそういう実践しているところだなというふうに思っておりまして、今後もですね、この活動について私も
代表幹事としてもですね、この活動についてはさらに注目していきたいなというふうに思っているところであります。で、同友会の中で、副代表幹事という立場になりますのでですね、まさに代表幹事、代表の小林さんをですね、支えていかなければいけないというふうに思っているんですけれども、何ができるか分かりませんけれども、秋池さんとですね、ご一緒にですね、秋池さんは中身もいっぱいあるんですけれども、ご覧のようにこう花もあるし、声も素晴らしい声ですね。私、これは普段に素晴らしいですけれども、同時に副代表幹事をさせていただきましたのでですね、勝手に言いますけれども、力を合わせてですね、小林さんを支えていきたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。残念ながら5分ぐらいしかないです。ご質問をいただきたいと思います。テレビの側です。なんか会議がいます。聞こえておりました。いつも都知事にこんなことあるんですけど。今もやってます。やってます。ああ、そうですか。経済的には決して悪い方向ではないと。あと1問目よろしいでしょうか。各社さんから何か。
その、まあ、6回もすでに目標実達成時期を先送りしているので、まあ、あまりこううるさいことを批判させないという、まあ、思いがあったのかとも、まあ、いろいろと憶測を呼んでますけども、あの今後その、まあ、期待を求める上ではその達成時期がないのは難しいのかなと気にしますが、そのことについて、まあ、大変な感じをいたしますけど、達成時期をずらしてきて、次に達成時期を明示しなかったっていう中では、そもそもその物価っていうのは、今の21世紀のこういうリアルの経済とバーチャルな部分っていうか、極めてサービス化してデータベースになってくる中で、その例えばその GDP に代表する形とね、その公用っていうのの乖離っていうか、かつてはリニアっていうか非常に線形にその紅葉と付加価値がこう一体期待をしている時代が多かったと思うんですよね。例えば IBM のビッグブルーのコンピューターがかつて何百万もしたけど、今ポケットに入っている iPhone が十数万で、ほとんどそれ以上の機能、カメラもあり、レコーダーもあり、ワープロもあり、だからそういう紅葉と結果としてのお金になる GDP っていうような形、あるいは物価っていうのに対してあんまり一体期待をしない中で、いつまでも 2% にこだわること自体が不審だなと思ってたんで、まあ一つの考え方かなと思いますけど、いつまでも 2% にこだわることをしてるか、 2% だけどタイムリミットレスっていうか、ね、時間軸もない、どっちかにずれくることではなかったかなと思います。そういうんです、時間に限りはございますので、この後、ポストセッションに移らせていただきたいと思います。